デブレツェン市電は、ハンガリー第二の都市である、デブレツェン市内に存在する、路面電車。2021年現在は、路線バスやトロリーバスとともに、デブレツェン市の完全公会社である、デブレツェン交通株式会社によって運営されている。1970年時点の路線図、デブレツェン市内における、軌道交通の歴史は1884年10月2日に開通した。 非電化の鉄道から始まり、同年10月13日からは貨物輸送も開始された。これらの路線は同時期のオーストリア・ハンガリー帝国の各都市で見られた鉄道馬車に加え、幹線にあたる路線には蒸気機関車が牽引する客車列車が導入され、後者はオーストリア・ハンガリー帝国の都市軌道交通における初の事例となった。その後、20世紀に入り、 路線網の電化が望まれるようになったが、特に電力供給に関して、計画は難航し、路面電車の営業運転が始まったのは1911年3月6日となった。以降は既存の路線の電化に加えて、新規路線の建設が続いたが、第二次世界大戦によって、デブレツェン市内と同様に、路面電車網も甚大な被害を受け、 終戦後数年間はそれらの復旧に費やされた。1950年に運営組織が国営化されて、以降は路線網の拡大は続き、1956年には全長3 5 6トルの路線規模となった。車両についても長年使用され老朽化が進んでいたに、軸車に代わり、ハンガリー国産の二軸車が多数導入された。だが、 1970年代以降は路線網が順次バスに置き換えられていき、1970年から1975年にかけて大半の路線が廃止に追いやられた。それ以降、ハンガリーの民主化や運営組織のデブレゼン市の子会社化を経て、デブレゼン市電話1系統のみが運行する状態が長く続いていた。そんな中、西部の住宅地を発着する、 路線バスの混雑を解消するべく、同地区へ向けて、新規の路面電車路線である2号線を建設する計画が2000年に立案され、複数の過程を経て2006年までに、具体的な計画案が策定された。その後、2008年のハンガリー政府からの認可及び、欧州連合からの助成金の承認、2010年の建設業者の入札を経て、 同年9月から建設が始まった。このプロジェクトに関しては2号線の建設に加え、輸送力増強を目的とした、超低床電車の導入や車両基地の更新工事も同時に行われ、2013年12月4日から試運転が行われた後、2014年2月26日から営業運転が開始された。 以降2021年現在まで、デブルツェン市電は2系統による運行が行われている。前述の通り、2021年現在、デブルツェン市電では、以下の2系統が運行している。2021年現在、デブルツェン市電で、営業運転に使用されているのは、以下の2形式である。これら以外に、第二次世界大戦前に製造された二軸車や、 社会主義時代に導入された連接者の一部が、胴体保存車両として在籍する。ありがとうございます。